本日6月9日12時30分、ラジオ史上最も素晴らしい瞬間が起こるなぜ見逃せないのですかキャリーパミュパミュと平野翔の移植コラボ、予測不能な展開に注目。明日の12時半から、東京 FM で放送される、人体プレゼンツキャリーパミュパミュチャプターハッシュタグゼロ、タッチユアハートに、平野翔さんがゲスト出演するというニュースが大きな話題となっています。この番組は、 キャリーパミュパミュが自分自身の趣味や興味について語り、今輝いているゲストを迎えながら様々なエピソードを紐解いていくという内容で、多くのリスナーにとって楽しみな時間となっています。平野翔さんは、ジャニーズ事務所の人気グループ、キングプリンスの元メンバーであり、その後も俳優や歌手として多方面で活躍している人物です。彼のカリスマ性と多彩な才能は、多くのファンを魅了し続けています。 今回のゲスト出演は、彼のファンにとっては見逃せない一大イベントとなることでしょう。この放送に先立ち、多くのファンが SNS 上で期待の声を寄せています。お知らせありがとうございます。楽しみにしています。といったコメントが数多く寄せられており、平野翔さんの出演を心待ちにしている様子がうかがえます。特に、彼のトークがどのような内容になるのか。 キャリーパミュパミュとの掛け合いがどのように展開されるのか、興味深踊り字です。キャリーパミュパミュと平野翔さんという異色の組み合わせは、一体どのような化学反応を起こすのか、まさに期待が高まるところです。キャリーパミュパミュの独特な視点とユーモアセンス、そして平野翔さんの真摯でありながらもユニークなキャラクターが融合することで、リスナーにとって新たな発見や感動を提供してくれるに違いありません。 さらに、この放送は2週にわたって行われる予定であり、初回の放送を聞き逃しても次週に再び楽しむことができるという点も、ファンにとっては嬉しいニュースです。特に、平野翔さんがどのようなエピソードを語るのか、彼のこれまでのキャリアや今後の展望についても触れられるのか、といった点に注目が集まっています。平野翔さんは、これまでにも数多くのメディアに出演してきましたが、 今回のようにキャリーパミュパミュとの共演は初めてのことであり、その点でも特別な放送となることでしょう。キャリーパミュパミュのファンと平野翔さんのファンが一堂に会し、共に楽しむことができるこの機会は、まさに一大イベントと言えるのではないでしょうか。また、今回の放送はラジオという媒体を通じて行われるため、視覚情報に頼らず、音声のみで彼らの魅力を感じ取ることができる点も興味深いです。 ラジオ特有の親密な雰囲気の中で、キャリーパミュパミュと平野翔さんがどのようにリスナーに語りかけるのか、その点も大きなポイントとなります。さらに、この放送は東京 FM だけでなく、JFN 系列の全国ネットでも放送される予定であり、全国のリスナーが楽しむことができる点も魅力的です。地方に住んでいるファンにとっても、リアルタイムで平野翔さんのトークを聞くことができるこの機会は、 非常に貴重なものとなるでしょう。平野翔さんのファンはもちろんですが、キャリーパミュパミュのファンにとっても、この放送は新たな発見や楽しみを提供してくれることでしょう。彼らのトークがどのような方向に展開されるのか、どのようなエピソードが飛び出すのか、期待が高まるばかりです。このように、平野翔さんがゲスト出演する、賃貸プレゼンツキャリーパミュパミュチャプターハッシュタグ0、タッチワーハートは、 多くのファンにとって見逃せない一大イベントとなることでしょう。彼のカリスマ性と多彩な才能、そしてキャリーパミュパミの独特な視点とユーモアセンスが融合することで、リスナーにとって新たな発見や感動を提供してくれるに違いありません。ぜひ、明日の放送を楽しみにしていただきたいと思います。平野翔さんのゲスト出演に対する期待が高まる一方で、キャリーパミュパミの番組、チャプターハッシュタグゼロ、 タッチ・ワー・ハート自体も注目されています。キャリー・パミュ・パミュは独自のファッションセンスと音楽スタイルで知られ、多くの若者に影響を与えてきました。彼女の番組はリスナーに対する親しみやすさと独自の視点で多くのファンを持つ人気番組です。この番組では、キャリー・パミュ・パミュが自分自身の趣味や興味について語るだけでなく、ゲストとの対話を通じて新たな発見や学びを提供しています。 過去には様々なアーティストやクリエイターが出演し、彼らの人生やキャリアについて深く釣りするエピソードが多々ありました。リスナーは普段は知ることのできない彼らの一面を知ることができ、それがこの番組の大きな魅力の一つとなっています。平野翔さんがどのような話題を提供してくれるのか、キャリーパミュパミュとのトークがどのように展開されるのか、非常に楽しみです。 彼のこれまでのキャリアやプライベートな一面について語られる可能性もあり、ファンにとっては貴重な情報となるでしょう。特に、平野翔さんの過去の経験や今後の目標についての話は、多くのファンにとって興味深いものとなるでしょう。また、キャリーパミュパミュと平野翔さんの共通点や違いについても注目が集まります。二人はそれぞれの分野で成功を収めてきましたが、 その道のりや考え方にはどのような違いがあるのか、そして共通する部分は何なのか、その点についても興味深い対話が期待されます。特に、クリエイティブな分野で活躍する二人がどのように自己表現を行い、どのようにインスピレーションを得ているのか、その点についての話は、多くのリスナーにとって学びの多い内容となるでしょう。さらに、今回の放送が特別な理由の一つに、 キャリーパミュパミュ自身のトークスキルとホスピタリティが挙げられます。彼女は自身の番組を通じてゲストがリラックスして話せる雰囲気を作り出すことに長けており、その結果自然体での対話が展開されることが多いです。平野翔さんもキャリーパミュパミュのリードのもとで普段は見せない一面を見せてくれるかもしれません。このように平野翔さんのゲスト出演は多くのファンにとってはもちろん 一般のリスナーにとっても期待が高まる一大イベントとなっています。彼のカリスマ性と多彩な才能、そしてキャリーパミュパミュの独特な視点とユーモアセンスが融合することで、リスナーにとって新たな発見や感動を提供してくれるに違いありません。そして、この放送がきっかけとなり、新たなファン層が生まれる可能性もあります。キャリーパミュパミュのファンが平野翔さんの魅力に気づき、 逆に平野翔さんのファンがキャリーパミュパミュの独特な世界観に興味を持つことも考えられます。相互に影響を与え合うことで彼らのファン層がさらに広がることが期待されます。また、ラジオという媒体を通じて視覚情報に頼らず音声のみで彼らの魅力を感じ取ることができる点も興味深いです。ラジオ特有の親密な雰囲気の中でキャリーパミュパミュと平野翔さんがどのようにリスナーに語りかけるのか。 その点も大きなポイントとなります。最後に、リスナーにとってこの放送がどのような影響を与えるのかも注目です。彼らのトークを通じて、新たな視点やインスピレーションを得ることができるかもしれません。また、彼らの言葉やエピソードが、リスナーの日常にどのような変化をもたらすのか、その点についても期待が高まります。平野翔さんとキャリーパミュパミュの共演が実現するこの特別な放送は、 多くのファンにとって見逃せない一大イベントとなることでしょう。彼らのトークがどのように展開されるのか、どのようなエピソードが飛び出すのか、ぜひ明日の放送を楽しみにしていただきたいと思います。